品川。皆さんこんにちは。和品川ニュースの時間です。では最初の話題からご覧ください。11月25日、イノベーションスペース出島で区内商店街の課題解決に向けた事業提案を行うイベント、出島式プラスが行われました。このイベントは伊藤忠テクノソリューションズ株式会社と株式会社 e エージェンシーが主催し、品川区と一般社団法人五反田バレーが共催、区内商店街および商店街店舗向けの支援プログラム品川商店街応援プロジェクトの一環として開催され、テーマはニューノーマル時代の商店街の魅力向上と魅力発掘を通じた売上作りです。ニーズも変化しているんですけれども、1日の来会者数はおよそ4万人から6万人おります。事業提案では商店街が抱える課題に対し、各企業がワークショップを通じて生み出した自社の製品サービスなどを活用したさまざまなアイデアを発表。恐縮なんですけれども、まずですね、営業職品川区は今後も商店街や五反田バレーと連携し、提案事業の実現に向けた取り組みを進め、区内産業の活性化に向けた施策を進めていきます。ちょっとした鍵屋みたいなところをアバターに入ってコミュニケーションしている。12月5日と6日の2日間、15歳以下ホッケー日本代表オールスター戦の応援企画、品川ホッケーまちづくりプロジェクトが行われました。このプロジェクトはホッケーの未来を担うアスリートを応援するとともに、区を訪れる選手、家族、関係者を温かくもてなし、品川区が全国にあるホッケータウンの仲間入りをすることを目的に実施。5日は午前中から午後にかけて選手が非公開練習を行うため、その間区外の方にも品川の魅力を知ってもらおうと、選手に同行した保護者の皆さんを水辺でおもてなし、窓の開放やアクリル板の設置など新型コロナウイルス対策をしっかりと取った上で、屋形船クルーズを開催しました。屋形船に初めて乗る方がほとんどで、有明周辺にあるオリンピック・パラリンピック競技会場やお台場にあるオリンピックエンブレムのモニュメントなどを船上から興味深く見学していました。すごく充実した時間を過ごすことができました。いろいろ観光ができて良かったです。品川の方のこのいろんなおもてなし、とても感謝しています。ありがとうございます。そうですね、まあ、子どもはやっぱ将来オリンピック選手を目指しているので、そういった意味では今回の機会って非常にありがたくて、まあ、子どもも非常にやる気になっているので、モチベーションをこうこれから上げるには非常にいい機会をもらったかなと思ってますし、まあ、今回のことをきっかけに、まあ、オリンピックへの思いというのが、まあ、高まってくれれば親としても非常にありがたいなと思ってます。12月5日、法要の森学園で HYM 科学研究所の児童生徒が研究の成果を発表しました。 HYM 科学研究所は品川コミュニティスクール制度を活用した取り組みの一つで、科学をテーマに自分で課題を見つけ研究に取り組み、探究活動をしていくことが目的。メンバーは金曜日の放課後や土曜日に月3回から4回活動してきました。この日は研究員一人一人が同校の教職員や保護者、品川コミュニティスクールの関係者などに向けて活動してきた研究成果を発表、新たな課題や今後の取り組みについても報告しました。現役から20%の間に行く応用の森学園科学研究所。
おー。12月5日から7日までの3日間、荏原文化センターで品川人権の広場2020が行われました。このイベントは12月4日から10日の人権週間に合わせ、区民の人権尊重思想の普及を図り、平和で心豊かな人間尊重社会の実現を目指すことを目的に毎年開催。品川区立学校人権標語ポスター展には、区立学校から募集したポスター208点と人権標語312点が展示されました。12月から区が品川区家賃支援給付金ポータルサイトなどにおいて試験導入した画面共有サービス、ウィズデスクブラウズを開発したグラフテクノロジー株式会社の田口代表取締役らが12月7日中小企業センターを訪れました。同製品はウェブページを見る人と電話対応するオペレーターとの間で画面共有や遠隔操作が可能となるサービスで、オペレーターから伝えられたコードを入力するだけで画面共有などのサポートを受けることが可能。自治体への導入は初めてで、品川区社会貢献製品として認定されています。お客様のスクロールに合わせてアプリケーションを事前にインストールをして画面共有をするという形が主流でして、そうですね、今はやっぱり、オフライン中心、紙であるとかっていうところが中心になっていると思うんですけれども、やっぱり時代としてやっぱりオンラインというところが、主流になっていくかなと思いますので、そういったところで、弊社のサービスが力添えできればなと思っています。はい、今回のニュースは以上です。この後も品川ホットホットお楽しみください。これから品川体操を始めます。皆さんご一緒にどうぞ。品川体操を始めます。腕を前から上へ、はい、息を吸って手を組んで腕を上に伸ばします。横曲げです。4個間。1、2、3。反対に5、6。繰り返しましょう。2、2。反対に。腕を前に伸ばします。背中を丸めるようにして、息を吐きます。片足を引き上げます。バランスを取りながら行います。息を吐いて、背中を丸めて、反対の足を引き上げます。歩きます。1、2、拍手。1、2、拍手。腕と足を曲げ伸ばす運動です。1、2、拍手。1、2、拍手。横前前屈4回。1、2、3、4。胸を伸ばします。前屈4回。胸を伸ばします。ぐるぐる腕を回して、足を横に出して腰をねじります。反対もねじるねじる。 1、2、3、4。 指先を見ながら 2、2、3、4。 横曲げです。1、2、3、4。ゆっくり大きく腕を伸ばします。反対に1、2、3、4。5から大きく足を揃えて、ゆっくり腕を伸ばします。手を組んで上へ上げます。横曲げ。反対に腕を前に伸ばして、片足を引き上げます。背中を丸めるようにしながら片足を引き上げます。息を吸いながら最後は深呼吸です。これで品川体操を終わります。